さて続いては広報イコマ9月15日号紙面と連動した特集コーナーです。今回は8月16日から19日まで行われた福島キッズ in 生駒の様子を紹介します。それではご覧ください。生駒山麓公園にやってきました。こちらでは現在福島県南相馬市の子どもたち30人を招いて夏休みを思いっきり楽しんでもらおうという福島キッズ in 生駒が開催されています。福島キッズ in 生駒は福島第一原発事故による放射能の影響で屋外活動が十分にできない福島県南相馬市の小学校5、6年生の子どもたち30人を生駒市に招待して42人の生駒市の子どもたちと一緒に屋外で思いっきり遊んでもらうプログラムです。生駒山麓公園を拠点にして3泊4日の日程で活動します。16日夕方に到着した南相馬市の子どもたちを歓迎セレモニーで出迎えました。山下誠生駒市長は思い出の1ページに残れば嬉しいですと挨拶。南相馬市を代表して小川瑞希君と郡あかりさんが招いていただいてありがとうございますと述べました。これから4班に分かれて最終日まで生駒市の子どもたちと一緒に行動します。まだ緊張しているようでしたがみんなで輪になって自己紹介をしていきます。翌17日から本格的なプログラムが開始されました。オリエンテーリングの後お昼ご飯のカレー作りに挑戦です。材料の下ごしらえやお皿の用意、飯盒炊さんなどみんなで作業を分担しながら進めていきます。もうすっかり打ち解けて仲良く作業をしていますね。ここで福島キッズ in 生駒のプロジェクトリーダー澤部さんにお話を伺いました。この福島キッズ in 生駒どういったいきさつで開催に至ったんでしょうか。福島県の南相馬市というところなんですけども、原発事故の影響で、自然界にあるものに触れることに対しても抵抗があるというようなお話も聞きまして、この生駒市ですね、自然の非常に豊かなところでもありますので現地の皆さん来ていただいて思い切り楽しんでいただきたいなと、そういう被災地支援の意味も込めて、職員提案制度という制度がございますので、それで生駒市の事業として提案させていただきまして、この度、事業実施させていただくことになりました。子どもたちにどんなことを、感じてほしいなとか体験してほしいなというふうに思われますか。そうですね、その自然のもので楽しんでいただきたいというのは事業の趣旨でもありますし、またせっかくこの生駒市と南相馬市の児童の交流という意味がありますので、だいぶ土地の離れたところですけども、みんなで仲良く友情を育んでいただけたら一番嬉しいかなと、その上で思い切り楽しんでいただきたいなというふうに考えております。澤部さんにお話を伺っている間にカレーが完成。配膳もみんなで手分けして行います。力を合わせて作ったカレーなので味も格別のようです。何杯もおかわりしている男の子もいましたよ。みんなで作ったカレーどうやった？すごく美味しかったです。何を担当しましたか？野菜を切ったりするのを担当しました。うまく切れなかったので友達に手伝ってもらいました。お友達はできましたか？はい、もっと仲良くなりたいです。もっと仲良くなりたい。じゃあいっぱい友達作ってください。これからまだ時間あるけれどどんなことしたいですか？プールでいっぱい泳ぎたいです。話を聞いてみてみんなの笑顔や生き生きした表情が印象的でした。そして引率の南相馬市のワンダイさんにもお話を伺いました。いや、みんな本当にお友達仲良くなって楽しそうですね。そうですね、初めてみんな生駒に来たのは初めてって子が多いんですが、友達になる機会もこんなに作っていただいて楽しくやってるようです。
普段南相馬市の地元の方ではどんな風に過ごしているんでしょうか。時間制限で3時間まで外で遊ぶみたいなところだったんですが、今年の4月以降につきましては時間制限も外れたので自由に遊んでいいってことにはなってるんですけど、保護者の方とかもやっぱ心配してる方がいらっしゃるので、全部それを使っての外での遊びにはなっていないような状況であります。南相馬市の子どもたちにこんな風に過ごしてもらいたいなというような思いはありますでしょうか。今回4日間という期間なんですけど、生駒市の子どもたちと一緒になって交流をさせていただいて、今後もしそれが長く続くような形になればすごくいいなと思ってます。昼食後は山麓公園内を回るオリエンテーリング、コース図をもとに班ごとにチェックポイントでジェスチャーゲームや所定の時間に合わせてダンスを踊るゲームなど、さまざまなアトラクションをクリアしていきます。はい、正解です。最後はみんなで力を合わせての二人三脚ならぬ9人10脚1212の掛け声に合わせて班全員でゴールを目指します。そして時間はあっという間に過ぎていき、この日の夜にはお待ちかねの花火大会。花火の幻想的な光に子どもたちは暑さを忘れ花火を楽しみました。なんか飛びそう。生駒と南相馬、遠く離れた土地で築かれる友情と交流、そして楽しい時間、ひと夏の思い出として子どもたちの心に深く刻み込まれたのではないでしょうか。この事業はすべて市民の皆さんや事業者、団体からの募金で実施しました。募金総額は292万3854円。他にもプログラムの実施や引率、お土産の提供など多くのご協力をいただきありがとうございました。広報生駒9月15日号でも福島キッズ in 生駒の様子を詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。続いて東日本大震災の義援金受付のお知らせです。現在生駒市と生駒市社会福祉協議会では地震で被災された方々への義援金を受け付けています。受付場所は生駒市役所福祉総務課をはじめ、ご覧の市内にある各公共施設などで、それぞれの開館日、開館時間内に受付を行っています。お寄せいただきました義援金は日本赤十字社奈良県支部や中央共同募金会を通じて被災地にお届けします。義援金に関するお問い合わせは生駒市役所福祉総務課、電話 74-1111、 または生駒市社会福祉協議会、電話 75-0234 へお問い合わせください。最後に市役所からのお知らせです。市役所は節電のため9月28日まで昼休みの時間を13時から14時に変更しています。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。いかがでしたか。このようにラブリータウン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら、電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-1105 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。